ダリア・ポポアは、ロシア出身、フランスの女性フィギュアスケート選手。パートナーは、アンドレイ・ノボセロフ、ブリュノ・マッソなど、シングルスケーターとして、キャリアをスタートさせた。2009年に、ペアに転向し、イリア・グレボフやセルゲイ・カレフと組んだが大きな試合に出る、ことはなかった。2011年3月に、フランス人のブリュノ・マッソとペアを結成。練習拠点は、 フランスのカーンに置き、3ヶ月に3週間のペースで、ドイツを拠点にしているインゴシュトヤーの下で練習する、スタイルを取った。フランス選手権で優勝を果たし、ヨーロッパ選手権の代表に選出された。フランスのペアでは2番目の成績だったため、世界選手権の代表には選出されなかったが、国別対抗戦の代表となった。2013から2014シーズン。 疲労骨折の影響でシーズン前半の試合は全て欠場。ヨーロッパ選手権では11位。1月21日にフランス国籍の取得ができず、ソチオリンピックに出場できないことになった。世界選手権では15位。マッソがアリオナ、サフチェンコと新しくペアを結成するため、ペアを解消となった。7月にアンドレノボセロフトのペアを結成。 双方ともロシア人だが、フランス所属で競技を行う。2015年7月21日、フランス表情競技連盟より競技引退が発表された。ありがとうございます。